はい、皆さんこんにちは。サカキャットしてございます。とうとう出ましたね、中央日報。お隣さんのやや保守系のメディアなんですけども、19日17時18分に出た記事でございまして、ね、さっきですか。はい、さっきでもないのが2時間ぐらい前ですか。はい、韓国経済は悪材料まみれ、すごいやん。輸出不振持続、経常収支の変動性大きくなるというタイトルでして、まあ、相変わらず長いんでね、かいつまんでいきましょうね。出足です。好材料はないのに悪材料ばかりがたくさん積み上がっている。まあそうでしょうね。韓国銀行調査局が今後の韓国の輸出環境と経常収支を予想した結果、要約するとこうなる。輸出は改善される可能性が少ない上に、海外旅行などで国外に出ていくドルは増えるという見通しだ。そうですね。いらっしゃってるようですね。今ね、日本にもね。まあでも日本安いやん。経常収支改善で頼れるのは原油価格の下落だけだった。そうですね。でもなんか下落しそうにないな。韓国銀行は19日、BOK イシューノート、今後の輸出環境点検と経常収支評価と題する報告書をまとめた。今年の累積貿易赤字は10月10日までで327億1400万ドルと過去最大規模だ。4月以降毎月赤字だけが溜まっている。貿易赤字は拡大し、8月の経常収支は30億5000万ドルの赤字を記録したと。今後の輸出見通しを見ても、司法が4法ね、が悪材料だ。韓国の三大輸出市場である米国、中国、欧州連合、EU ですね、の景気萎縮で輸入需要が減っている。それはそうですね。米国と EU は物価上昇とこれに伴う中央銀行の緊縮が、中国はゼロコロナ政策と不動産市場悪化などで景気萎縮が原因だと。そうね、もうちょっとさっき飛ばしまして、韓国の主要輸出品である半導体も世界の IT 景気鈍化の直撃弾を受けている。8月の半導体輸出は前年同月比 7.8% 減、で26ヶ月ぶりにマイナス成長となったのに続き2ヶ月連続減少した。スマートフォンとノートパソコンなど IT 機器に関連した非対面や在宅勤務などによるパンデミック特需が失われている上に、主要国の成長鈍化まで重なった影響だと。飛ばします。報告書は、中国の自立度上昇と競争進化で中間材などの輸出環境はますます悪化する恐れがあり、消費財輸出も韓国製品の中国国内シェアが2021年に 3% と低く、短期間で反動するのは難しい状況と診断した。要はね、中国製品と競合するんですよ、韓国製品というのは。いわゆるね、モンキーモデルなわけですね。まあ今は例えばモンキーモデルも本体の、例えばアップルのコンピューターですね、マッキントッシュなんていうのは、あるいは iPhone なんていうのは中国で生産してるんですけども、それはアメリカの企業が出してるわけ、生産してるわけですね。で、中国の企業や韓国の企業は、まあ、それのモンキーモデルみたいなものを作って売ってるわけですね。で、中国と韓国はその点で競合してるんですが、昔は韓国は一歩前へアドバンテージがあったんですけども、今はその一歩が半歩とか 0.25 歩になってるわけですね。だんだん苦しくなってきてると。韓国のイ・チャンヨン総裁も15日、
韓国も市場多角化を通じて中国への依存度を減らし、産業構造も半導体や自動車など製造業を中心からさらに多様化しなければならないと話したと思います。最後、韓国銀行調査局のチュ・ウク課長は、経常収支の流れが貿易収支の流れに左右される状況で、エネルギーを中心に輸入は高い水準を持続し、輸出鈍化傾向も拡大しており、経常収支黒字幅が縮小して変動性が大きくなった。経常収支黒字を支え増える経常収支黒字が増えるにはエネルギー価格は下落しなければならないと話した。ならないって言うてもね、そんなんね、エネルギー価格決めんのお隣さんちゃうもん、日本でもないしあの人らや、あのこんなターバンかぶったり、8月以降も月間経常収支赤字の可能性に対しては大概不確実性が高く予断しがたいと話した。8月以降って来年の話、もうそれか、8月までの統計は出てるわけですね。そんな後もですね、不確実性が高いと。まあ大体ね、お隣さんのメディアってね、自国に都合の悪い記事はなるべく書かない傾向があるんですね。こんなことにも希望的観測ばかりわーって書いてるですね、根拠のない希望的観測をいっぱい書くような傾向が強いと私は思うんですけども、こういうふうなですね、悪い話っていうのをですね、バッドニュースですね、お隣さん国民にとってのバッドニュースを書くということはですね、やっぱりちょっと深刻になってるというふうに、解釈できるんではないんでしょうかね。どうでしょうね。ウォンはね、頑張ってますけどね。1428.27。これなんかじわじわじわと、もうだって昼の部終わりで夜の部入ってますからね。夜の部ではまた、ですね、戻されて1430越してしまうんではないでしょうかね。うにゃうにゃしながらさ、徐々に下がってきてるという感じですけども。結局ここにも出てくるわけですよね。ここに出てきたりですね、コスピ、コスダックに出てくるわけでして、まあ明日、今日水曜日ですよね、明日と明後日まだありますんでですね、市場マーケットどうなるのかというところは気になりますけども、再々私言ってます通りですね、日本もそうなんですけどね、経済が良くなるというですね、材料はないんですよ。ないんですよ。でここにも書いてある通りね、エネルギー価格が下がってくれたらそれが一番いいんですけど、エネルギー価格下がりませんからね。ウクライナがどうにかなってもね、多分ね下がらないと思うんですよ。なぜかというと、ウクライナ始まる前から高かったんですよ。バイデンが悪いね、バイデンが、あいつがみんな悪いね、ほんまに。あいつがシェールオイルをね規制するからこういうことになるんですよ。まあ、これを言うてもしゃあないんですけども、経済量は何もなくてですね、まあ、でもまあ唯一はコロナがね、もう終わりそうだと、もう終わったことにしたらええやんという世界になるんですけど、岸田はなかなかゴールにしませんからね、まあ、アメリカやヨーロッパ並みにしてくれたらですね、さらに良くなるんではないかなという気はしますけどね、まあでもそれに貢献するのはせいぜい1兆円か2兆円ぐらいですね、日本の経済の場合は。お隣さんはちょっとね、日本よりもこう脆弱な産業構造になってますんで、このアメリカ、ここに書いてありますね、アメリカ、中国、ヨーロッパなんですけども、主に中国とアメリカなんですよ。もう二つともですね、需要が薄れてるわけでして、で中国の場合はですね、自国製品が取って代わってるような状況になってるんで、まあ、あれですね、かなり、こう、やばいといえばやばいわけでして。これが続くとね、いわゆる経常赤字というものが続くとですね、外貨が減っていくということなんですね。で、お隣さんの外貨非常に薄いんですよ。偉そうに4000億ドルとか言うてますけど、なない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 。多分もうあとね、余裕数百億ドルだと思うんですね。回せるのが。だからこれあと1年ぐらい同じようにですね、経常赤字を続けていけばですね、また通貨危機と。
で、私たちが知らないこともあるかもわかりませんからね、特にお隣さんの場合は。あ、そうなりますってとですね、年内にあっても不思議はないということになります。まあ、なんせね、ちょっと、半数字と言いましてですね、漢数字、いわゆる韓国の漢に数字と書いて半数字で言うらしいんですけど、なんか都合よくですね、希望的観測というか、都合のいいところばっかりピッ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 と取っていくみたいなんでですね、実際のところと違うやんということもですね、あり得るらしいんですね。だから、もしかしたらですね、近々ですね、もう早ければ年内にですね、変やぞーというようなですね、ことになるかもしれません。はい。晴れませんので、中央日報、韓国経済は悪材料まみれ。輸出不振持続、経常収支の変動性大きくなるというタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。